それでな、殿は少ない手勢で今川を討ったんだ。あの時、わしは殿のような勇ましい武士になろうと思った。どうしたんだ。利家殿はまことに殿がお好きなのですね。いや、あ、今度はお雪殿の話を聞かせてくれ。私の？あ、私は夢ができたのです。夢？はい、私はどこにでもいる人並みの女子になりとうございます。風を気持ちいいと感じたり、今日のこの夕焼けを美しいと思ったり、そんなことを幸せに感じられる人並みの女子に。約束しないか。わしは殿をお支えする日の本一の家臣になる。そなたは人並みの女子になる。約束しよう。